ナンバーアンダーライン愛の音楽が世界を魅了キンプリ時代を超えるクリエイティビティ ILIZ が支えるナンバーアンダーラインアイ、ファンと共に歩む感動の音楽物語キンプリとナンバーアンダーライン愛の物語はまるで2つの道が交差する瞬間を捉えたかのようなドラマティックな展開を見せています最初は5人のメンバーからなるキンプリとして活動を始め音楽とダンスの才能で多くのファンを魅了してきました しかし、彼らの道は分かれ、それぞれの新しい挑戦が始まったのです。その中で特に注目を浴びているのがナンバーアンダーラインアイの3人組です。彼らは旧事務所を辞め、全く新しい環境での活動を選びました。この決断は容易なものではなく、長い時間をかけて熟考された結果でした。彼らが選んだ道は、単に音楽を作るだけでなく、 自分たちのクリエイティビティを最大限に発揮できる環境を求めたものでした。ナンバーアンダーラインア i のメンバーは、かつての仲間と別れることで、多くの楽曲やファンとの思い出を捨てなければならなかったかもしれませんが、それでも自分たちの信念を貫くことを選びました。この信念は、彼らの音楽に対する真摯な姿勢と深い愛情から来ています。彼らの音楽は、 旧事務所時代には実現できなかった多くのアイデアと情熱が詰まっています。特に、キンプリ時代にはなかったクリエイティブな自由が彼らの活動を支えているのです。彼らのファン、通称 ILYs は、その変化を温かく見守り、全力で応援しています。キンプリの他のメンバーも、それぞれの道を歩んでいます。二人のメンバーはアーティストとしての活動だけでなく、 俳優やタレントとししてての道も模索しています彼らの方向性はナンバーアンダーラインアイの3人とは異なり音楽以外の分野でも活躍することを目指していますこの違いは彼らが持つビジョンや目標の違いから来ているのでしょう特に岸君はバラエティ番組に出演しながら海外進出を試みることが自分には難しいと感じており今は音楽に専念する道を選んでいます 彼のその決断はファンからも高く評価されています n o ア i の3人は海外での成功を目指して努力を続けています彼らの音楽は国境を越えて多くの人々に届けられています特に台湾でのツアーが成功したことで彼らの人気はさらに高まりましたこの成功は彼らが自分たちの音楽とクリエイティビティを信じ続けてきた結果です 彼らは、ファンの期待に応えるために、常に新しい挑戦を続けています。彼らの音楽は、ただのエンターテインメントではなく、彼ら自身の人生と信念の表現でもあるのです。ナンバーアンダーラインアイの成功を見守る中で、キンプリの他のメンバーの動向も気になるところです。彼らがどのような形で海外進出を果たすのか、そしてその過程でどのような挑戦を経験するのかは、 ファンにとっても興味深いテーマです。長瀬蓮くんは、かつて海外での活動に対する不安を語っていましたが、実際にその道を歩む決意を固めたようです。彼のその挑戦がどのような結果をもたらすのか、今後の展開が楽しみです。ファンの間では、キンプリとナンバーアンダーラインアイのメンバーに対する様々な意見が飛び交っています。特に、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーが休日と無償を辞めたことに対しての批判や中傷も見受けられますしかし彼らのファンである ILYs はそのようなネガティブな意見に動じることなく彼らの活動を全力で応援し続けています彼らの信念と情熱はファンにとっても大きな励みとなっているのですナンバーアンダーラインアイのメンバーが自分たちの音楽を通じて世界に挑戦する姿は 多くのファンに希望と勇気を与えています彼らの成功は単なる偶然ではなく長い時間をかけて積み重ねられた努力の結果です彼らの音楽は聴く人々の心に深く響き感動を与えますその一方で彼らの活動を通じて音楽業界の新しい可能性が広がっていることも感じられますキンプリとナンバー・アンダーラインアイの物語は それぞれのメンバーが自分たちの夢を追い求める姿を描いています。彼らがどのような困難に直面しても、その情熱と努力があれば乗り越えられるというメッセージをファンに伝えています。彼らの音楽は、そのまま彼らの人生そのものと言っても過言ではありません。彼らが作り出す音楽は、リスナーにとっても大きなインスピレーションとなり、多くの人々に勇気と希望を与えています。 ナンバーアンダーライン・アイのメンバーは新たな環境での活動を通じて多くのことを学び成長しています彼らが選んだ道は決して平坦ではなく多くの挑戦が待ち受けていますしかしその挑戦こそが彼らをさらに強くしクリエイティビティを高める原動力となっています彼らの音楽が持つ力は単なるエンターテインメントを超えて人々の心に深く響くものです それは、彼らが心から音楽を愛し、自分たちの信念を貫き通す姿勢から来ているのでしょう。ファンとして、私たちは彼らの活動を見守り続けることが大切です。彼らがどのような道を選び、どのように成長していくのかを見届けることは、私たち自身の成長にもつながります。彼らの音楽が持つ力を信じ、彼らと共に歩んでいくことで、 私たちも新たな発見と感動を得ることができるのですキンプリとナンバーアンダーラインアイの未来はまだまだ多くの可能性に満ちていますその可能性を信じてこれからも応援し続けていきましょうこれからもキンプリとナンバーアンダーラインアイのメンバーがそれぞれの道で輝き続けることを期待しています彼らの音楽がさらに多くの人々に届きそのメッセージが広がっていくことで 彼らの夢はますます大きなものとなるでしょう。彼らの活動を通じて、私たちもまた新たな希望と勇気を得ることができるのです。彼らの未来が明るいものであることを信じ、その道を共に歩んでいくことが、ファンとしての最大の喜びです。キンプリとナンバー・アンダーライン・アイの物語は、まだまだ続きます。彼らがどのような形で成長し、どのような音楽を作り出すのか、 その先を楽しみに待ちましょう。彼らの音楽が私たちに与えてくれる感動は、これからも続いていくことでしょう。そして、その感動を共に分かち合い、彼らの成功を祝福し続けていきましょう。彼らの未来が輝かしいものであることを願い、その道を共に歩んでいくことが、私たちファンにとっての最大の幸せです。キンプリとナンバーアンダーライン愛の物語は、 単なる音楽グループの成功物語ではありません。それは、個々のメンバーが自分たちの夢と信念を追い求める過程であり、彼らの成長と挑戦の記録でもあります。彼らが選んだ道は、それぞれ異なるかもしれませんが、そのどちらも尊重されるべきものです。ファンとしては、彼らの活動を温かく見守り、応援し続けることが何よりも大切です。彼らの挑戦が続く限り、 私たちもその先にある新たな可能性を信じて応援し続けることでしょう。キンプリとナンバーアンダーラインアイの物語がこれからどのように展開していくのか、そのすべてを見届けることができるのは、ファンとしての大きな特権です。彼らの成功を共に祝福し、その成長を見守り続けることで、私たち自身もまた成長し続けることができるのです。 彼らの音楽がこれからも多くの人々に感動を与え続けることを願い、応援し続けていきましょう。最後に、キンプリとナンバーアンダーラインアイの未来について考えてみましょう。彼らがこれからどのような道を歩んでいくのかは、誰にもわかりません。しかし、彼らの信念と情熱が変わらない限り、その道は明るいものとなるでしょう。彼らの音楽がさらに多くの人々に届き、 感動をを与え続けることを願っています彼らの成功を信じて、これからも応援し続けていきましょう。そして、その過程で私たち自身も新しい発見と感動を得ることができるでしょう。キンプリとナンバーアンダーライン愛の物語は、まだ始まったばかりです。これからも彼らの活動を見守り、応援し続けていきましょう。彼らの音楽が私たちに与えてくれる感動と喜びは、 これからも変わらないでしょう。彼らの未来に期待し、その道を共に歩んでいきましょう。そして、その過程で私たちも彼らと共に成長し、進化していくことができるのです。